菊池春吉は日本昭和時代の写真家である。1916年、岩手県花巻市小田谷町生まれ。1937年、オリエンタル写真学校を卒業後、1938年、東京光芸者写真部に入社し、報道写真家として始まり。1941年岡田総さんが設立した東宝社写真部に入社。 1942年2月に創刊された陸軍参謀本部の対外宣伝グラフしフロントの写真部員となる。戦時中、日本本土及び外地の部隊、産業記録撮影などを幅広く活躍した。1945年敗戦後、解散の東方社スタッフは文化者として再建。同年9月、文部省の学術調査団の下で原爆被災地の医療状況を 記録映画撮影、スチール写真担当として医学班に属し、10月1日から10月22日被爆後の広島を撮影。1946年4月、焼け野原となった東京ドキュメントとして、東京1945年秋を出版。1947年8月、復興中の広島をアピールするための写真集。 リビング広島制作のために再び広島へ。文化社の解散後、1951年以降、世界、中央公論、婦人公論などのグラビアページを担当。科学雑誌に、内外科学者のプロフィールと科学実験など、科学分野の写真で知られた。1985年、歴史的資料となる写真集、銀座と戦争、昭和の歴史に作品が掲載。 1990年、急性白血病により、生去、去年74。ありがとうございます。